九条忠家は、鎌倉時代前期から後期にかけての苦行。摂政関白左大臣、九条教術の長男。官位は、十一位、摂政関白右大臣。九条家五代当主。五二一音院関白。家庭元年三月、等、興味が急成したため、祖父、九条道家によって育てられる。道家は忠家を、自己の後継者として位置づけ、 家庭3年7月20日に行われた、ただいの同天井の儀の際、自らの勇士とするとともに、当代一の学者である、菅原一長に意味名を選ばせた。翌、家庭4年4月11日の元服も九条家への祖で、ある、藤原忠道、金金の先例に従って実施され、同日に、聖御石下に除せられた。翌年には、十三に県中納言に助任され、 人事元年10月、県大納言、人事3年4月左この絵大将、還元2年の6月に内大臣、還元4年12月に、右大臣を歴任する。人事3年に崩御した四条天皇とは、ちょうど同年配であり、想像しいほどの遊びばかりで朝夕を過ごしていた。どうかの多だいの将来に対する期待は大きく、人事3年の置き踏みには長愛していた三男、一条三熱に、 石関の地位を継がせることと記す一方で、その後の石関にはただいえをつけることを指示している。また、還元4年5月に、ただいえが病に倒れた時には、春日大社に対して、中んづく小僧子孫家ども、他、勝つぎのものこれや、ため着孫ゆえなりと記した願望を収めて、自らの後継者であることを明記している。県庁2年に、同うは処分場を作成し、 まず課長者を一条サね,ねとするものの、次は、九条忠家が継いで、互いの子孫が、石関の地位を失わない限りはそのうちで、最も感触の高い人物が継ぐこと、子孫の断絶あるいは、石関の地位につけずに子孫が、石家の資格を失った場合には、課長者はその所領を没収できるものとした。ただし、これらの規定は左ネが年長でかつ石関経験者で、 あることを背景にしたもので、すでに右大臣の地位についていた、ただえも当然石関の地位につくことを前提にして、作成されたと考えられている。しかし、県庁4年に発生した領域による無本事件に際して九条家が関与を疑われ、いとこにあたる鎌倉幕府五大将軍、九条よりは解任され、ただえ自身も7月20日に、五佐賀上皇の直感を受けて、 右大臣を解任となる。この騒動の最中の2月の祖父、同家の旧主は旧上条家には大きな打撃となった。その後、文英10年5月5日、関白宣言富士市長者となって復帰を果たし、同年12月には11位に上位されるが、この間にすでに21年の月日が経過しており、区下社会ではすでに石棺の資格を失った人とみなされていた。 多だいの就任には強い反発が起こった。また、後嵯峨法王没後に実質上の辞典の君となった亀山天皇も後う天皇に上位するまで多だに一座戦時を与えなかった。この就任の背景には多だを直感した後嵯峨法王が崩御したことを機に息子、ただの義兄である関東猛出儀、西恩寺実験から当時の鎌倉幕府八大執権、 北条と宗に、多大い府県への指示の働きかけが行われた、可能性が高く、朝廷内部の事情による人事ではなかったことがあったと、見られている。翌文英11年正月、摂政に就任するが、同年6月に同職を辞職する。その際も、大上会の古実を知らないことを理由とし、さらに三度の上表すら許されないなど、異常なものであったとされている。 建事元年6月9日、47歳で皇居。短い在任期間とはいえ、皇居の2年前に旧上流継承の条件である、摂関就任を果たしたことによって、九条家の設計としての地位を確立させたことにより、その後の一族の運命を大きく変えることとなった。ありがとうございます。